一宮市広報アイラブ一宮、司会の一野幸太です。皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。さて今回のアイラブ一宮は安心安全な水をテーマにお送りしていきます。新年一発目はこちら。私は今一宮市の東部浄化センターに来ています。こちらでは水道水の安心安全の秘密について教えていただけるということなんですが、どういったことを教えてくれるんでしょうか。早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。あ、ひょっとして平林さんですか。はい、そうです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、一宮市は木曽川の伏流水、深井戸から汲み上げた地下水や県からの水道水の受水をもとに水道水としています。伏流水とはどういったものでしょうか。河川の流水が川底から地下へ浸透した水で、地面から約20メートル下を流れる水を汲み上げたものです。では地下水とは。地下深くにある水のことで、およそ60メートルから260メートルの地下から取水したものです。なるほど。ではこちらが一宮市の水源の割合です。県水とは愛知県企業庁が各受水団体へ提供している水道水のことです。県水もありますが、約 66% が一宮市内の伏流水と地下水が水源となっていて、汲み上げた原水に塩素消毒のみを行い、水道水として供給しています。さて平林さん、建物が見えてきたんですが、こちらはどういった場所なんでしょうか。はい、こちらでは市内の浄水場や公園の蛇口など70カ所で採水した水道水を調べる場所となっております。今日はこちらに入らせていただけると。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ中に入ってきましたが、なかなか入れない場所なんじゃないですか。普段は検査を担当している職員だけが入れる場所となっております。今日は特別に中をご案内いたします。ありがとうございます。はい、失礼します。さあ入ってきたこちらの場所なんですが、こちらはどういった検査をしている場所なんでしょうか。はい、この機械では水道水中に含まれる微量な金属を測定しています。こちらは水の色や濁りを測定しています。目では確認できないわずかな色や濁りを数値化して測定しています。こちらはミネラルの含有率の測定です。水道水の中に含まれる硬度を測定しています。さあこちらでも今実験されてる、あれは何か飲まれてる感じですか。はい、こちらでは人間の舌で直接、匂いや味を確認している検査です。はあはあはあ、飲んでみますか。いいんですか。はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。見た目は特に透明で、はい、匂いもないですね。はい、いただいてみます。はい、うん、美味しいです。普通にいつも飲んでる水と変わらないですね。はい、そうですね。はい、これがあの家庭で飲まれている水道水と同じということですか。そうですね、こちらは無味無臭であることを確認して、安心安全な水道水が供給されていることを確認しています。今までこうやって見させてもらいましたけど、この水道水を守るためにいろんな検査をされてるんだなとびっくりしました。平林さん、先ほどは検査の様子を見せていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ちょっとここで自慢したいことがあるんですが、いいですか。自慢ですか、どうぞ。令和4年2月に、水道 GLP というものを取得しました。こちらは日本水道協会から検査の信頼性と正確性を保証されることになります。おめでとうございます。
この認定を取るのは難しいんでしょうか。はい、こちらは厳しい書類審査と現地審査を経て取れるものなんです。申請から認定まで10ヶ月ほどかかりました。こちらは愛知県の西尾張地区では初めての取得となるんです。初めてですか。何かそれまでに苦労したこととかってあったりするんでしょうか。はい、一定の条件で水質検査ができるように検査室の空調など環境整備、品質管理や検査手順のマニュアル整備などを行いました。幸原浄水場と西部浄化センターにあった検査室をここ東部浄化センターに統合しました。この統合では検査機器の集約や検査に関わるコストの削減、これによって大きな経費節減となりました。なるほど。一宮市の安心安全な水道水を守る秘密っていうのはそういった努力があったということですね。はい、一宮市は、水質検査に古い歴史があり知識も豊富にあるんです。そもそも木曽川の水質がいいんです。木曽川は流水量が多く軟水の性質を持っているんです。そういえば一宮市にはペットボトル飲料水の織姫がありましたよね。はい、織姫は伏流水を取水している極楽寺水源の水で製造し毎年販売するのですが、大人気ですぐに完売してしまいます。塩素などの薬品を加えることなくセラミックフィルターで除菌し非加熱充填しただけの水本来の美味しさが味わえるナチュラルウォーターなんです。そうなんですか。ってことはそれだけ木曽川の水がきれいということですよね。はい、それもありますが私たちが普段口にする水道水はそのままでも十分に美味しく飲めるんです。自信を持ってお伝えしたいと思います。でもミネラルウォーターを買ったり浄水器をつけたりする過程っていうのも多いんじゃないでしょうか。はい、そんなアンケート結果が実際にありました。これはもったいないと思います。このアンケートを見てみると蛇口から出た水をそのまま飲んでいる 35.8%、 そして冷やしてから飲んでいる 7.6% ということで手を加えずに飲んでいる人は 43.4%、 半分に満たないんですね。はい、そうなんです。木曽川の伏流水や地下水の水質の良さを伝える身としては残念な結果となりました。ペットボトルよりも断然安く、こちらは水道水県内の料金4番目に安くなっておりますので、ぜひそのまま飲んだり料理に使っていただきたいと思っております。一宮市の水道水すごいですね。いや、今まで何も考えずに使ってましたが、なんか誇らしく嬉しい気持ちになりました。一宮市の繊維産業が発展したのは木曽川があったからなんです。一宮の繊維団地って確かに耳にしたことはあるなと思います。繊維産業って相当な水の量を使うんです。汚水処理を行う下水処理場も古くから整備されています。下水処理場ではきれいな水を戻して河川に放流されますので、河川の環境整備にも貢献しているんです。木曽川の水を使うだけではなく戻してもいるということですね。いや、この先の未来を考えると環境整備は重要なことですよね。私たち水質担当として野望があるんですが、言わせていただいてもよろしいですか。野望ですか。いや、せっかくですのでどうぞ。はい、先ほどの水道 GLP 認定もこの西尾張地区で一番最初に取得できましたし、一宮市としてはこの周辺の自治体と連携して水道関連の先導をしていきたいと思っています。それは頼もしいですね。一宮上下水道部では広報誌水鉄砲を発行しております。将来発生すると言われている地震に備えて進めている水道施設の耐震化に関することなど様々な情報を提供しておりますので、ご一読いただけると嬉しいです。皆さん、水鉄砲ぜひ読んでみてください。平林さん、今日は水質検査について、そして一宮市の水道水の安心安全の秘密について知ることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは一宮広報番組 I love 一宮、次回もお楽しみに。